皆さんこんにちは、映画ラテガンです。はい、ね、今日もね、残念ながらね、ロードショー見てないです。というかね、ロードショーあるんだけど、あ、最近ね、ちょっと変なロードショーがあったね。なんかバックトゥザフューチャーみたいなやつのタイムトラベルもの、うん、で、これちょっと気になってるなってのは、ハリウッドにもうすぐやりますけどね。自慢自慢、そろそろやる。あ、そうだね、ちょっと調べとこうね。 CM のなんかポスターみたいなのか、うん、よし、調べましょう、ね、自慢自慢、今度はね、あのロックさんもやりますからね。だけど今日話をするのは恐竜映画です。そう、だからジラックスパークじゃなくてね、で、実は最近ね、ちょっと変なね、恐竜大行進みたいなね、変なね、映画見たの、うん、さっきも言ったんだけど、だそれも含めて、ね、題名ちょっとわからないんで、題名はね、あれに貼っておきますか、YouTube にね、はい、とにかく、ティラノザウルスと、なんだろう、タラボザウルスとかね、変なね、T-Rex 見てるやつね、その話も含めて行ってみたいと思います。はい。はい、それでは、映画で楽しく行きましょうということで、ジョリーに首立て。でもディズニーとかもよく恐竜の映画が、ね、最初にダイナソーってあったよね。あとは、うん、もっと前に古いのでまつげが入ってる恐竜。恐竜100万年とかね、いろいろあったんですよ、そういうのがね。うん。うん、だから、恐竜映画ってジュラシックパークが本当に画期的で、本物みたいだったね、うん、だからウォーキングダイナソーだったから、とにかくね、英名と日本名が分かんないんで、ちょっとあれなんだけど、それをね、最近見たの。うん、で実はね、その T-Rex にそっくりなんだけど、うん、ね、なんとかテラノサウルスとか、ちょっと、まあ、これも名前後調べるね、そういう恐竜の種類がいて、うん、これは学説的にはね、T-Rex の、要するに仲間だっていうふうに言ってるんだけど、ある学説では T-Rex 全然関係ない別の生き物だって言ってる。まあ、それがね、ちょうどね、今のモンゴルとかあっちの方で白亜紀の後期ぐらいに生きてた実際の恐竜なんだよ。で、まあ、T-Rex と戦ったんじゃねえかっていうのね、それを映画にしたやつなの。ほいで、まあ、母親がいて、それで、お姉さんとかいて、それで子供が生まれたんだ。ね。うん、それで、まあ、要するに、固めのね、変な T-Rex に、と戦ってね、まあ、お母さん死んじゃうの。固めの T-Rex。そうそう。うん。お姉さんもみんな死んじゃって、自分一人で孤独になっちゃって、それで、20年ぐらい。だって若者になった時に最後まで仕返してそれと倒すんだけど、そう、その時にブルーアイっていうさ、青い目の、まあ、なんだろう、奥さんを要するにめとって、子供もね、3匹生まれたんだけど、子供も奥さんも死んでっちゃうんだよ。で最後たった1匹だけ残った子供と一緒に時代が過ぎていくんだっていう映画だったの。でまあ、映像的に考えちゃうとジュラシックパークの方が全然すごいよ、うん、当然ね。まあ、それなりによくやってるんだけど、ダイナソーとジュラシックパークの中間みたいなアニメっぽいようなイメージもあるやつなんだ、うん、ね。でところがね、笑っちゃったのがギャグがジョークとかそういうものがジュラシックパークの、まあ、丸コピなんだよ。だから要するにブラキオサウルスみたいなのいるじゃない、うん、あれがやってきて、それでその恐竜たち、ちっちゃい恐竜たち覗くんだ、それで、うん、エクションってやってさ、もう鼻水でびしょびしょになるとか、あそういうとこまでパクんのかよみたいな、あれなんだよね、うん、まあでもね、そういう映画を見た時に、恐竜映画っていうのは、うん、ジュラシックワールドとかジュラシックパークのために、うん、もうダメだね。そう、あれで代表作になっちゃったから、他にそう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 、やりようがない感じがする、うん、あれに関しては。で強いて言えばディズニーのダイナソーなんだけど、まあね、まあ、あれはあんまヒットしなかったんだけどな、うん、俺はね、なんだろう、やっぱりディズニーだからうまいけどね、テーマうまいんだけど、うん、やっぱり恐竜に思い入れするのって難しいじゃない、なかなかね、うん、だから、うん、T-Rex みたいな個性のある恐竜だったらいいんだけど、うんうん、あんまりよくわかんないさ、草食の恐竜をさ、うん、ターゲットにされても難しいよ ね、やっぱ T-Rex かっこいい意味でヒーローみたいな恐竜ね、ヒーローだね、 T-Rex ってね、ゴジラに似てるような感じがするからね、うんうん、そうそうそう。で実際すごいでかかったわけじゃない T-Rex って、うん、最大やっぱり15メートルぐらいいたんだ、12メートルから15メートルってどのぐらい、でね、関係ない話なんだけど、キリン、うん、キリンってでかいんだよね、あれどんぐらい、あれ何ぐらいなんだろう、10メートルぐらいなの、首が、じゃあ同じぐらい、首から尻尾まで、そうなんだって。だからキリンとか T-Rex と同じぐらいの大きさの恐竜ってのが、そのテラボザウルスとかなんだけど、うん、キリンを見て恐竜をイメージできるってことだ。だからキリンってさ、ある意味では恐竜みたいなもんだもんね、あれね、首長いよね、ないね、うん、そうそう。でね、またね、それがね、その映画が本当に最後の最後で、その敵のね、うん、なんだろうさ、その T-Rex みたいなのが海に落っこちるんだよ、うん、そして子供をもう落っこっちゃってて、子供を助けに飛び込むんだ、その、うん、主人公の、恐竜がね。そうすると危ないところでなんとか助けようとするんだけど、やっぱ泳ぎが上手くないわけで、子供もおぼろそうになるの、うん、そうすると下からね、例のモササウルスが出てきて、助けてくれるの、
フォーカーのね、うん、ジュラシック・ワールドの時のあれがその最後のその赤い恐竜を食っちゃう。だそこまで一緒なんだよ。どっちが早いのか分かんないんだけど、あれは、うん、あれはそっちのウォーキングダイナソーの方が早いのかもしれないんだけど、どっちだろうね、怖いね。まあね、うん、でまあやっぱりモササルスでかいから海のすごい悪魔が来るとか言ってね、うん、まあね、その映画も見て、まあ、恐竜映画をね少しねいくつかねなんか撮ってみようかなと思った、うん、恐竜映画マンモスとか。でももう打作も多いんでね、恐竜映画ってね、うんうん、だから恐竜映画と恐竜の出てくる映画は違うから、うん、他にもいっぱいあったの。テレビシリーズでもね恐竜映画とかあったんだけど、うん、やっぱり恐竜の出てくる映画はドラえもん、まあドラえもん、あ関係ないけど、ドラえもんのび太の恐竜はなかなかいい作品だったよね、うん、あれはね、あれも恐竜出てきた、うん、双葉鈴木流っていうね、あれはね、うん、要するに日本独特の首長流だったっていう話。いたんだね、うん、日本にね。まあ今ね、じゃあね、これね映画の話がずれちゃうけど、ずいぶんねいろんなことが分かってて、うん、化石で巨大なものが見つかったりとかね、そういうのもいっぱいしてんだよね、うん、だから最近はその恐竜学っていうのは本当にどんどん進んでて、うん、化石もいっぱい、モンゴルがすごいのよ、いっぱい見つかんの。へえ、モンゴルでね、ティーレックスがね15頭ぐらい見つかってんじゃないかな。へえ、いたんだティーレックス。モンゴルさんと言ってもいいぐらいだよ。でも要するに闇市場かなんかでさ、 T レックスの骨とか売られたりとか、うん、だからモンゴルお相撲さん強いんだな。全然関係ないと思うけどね、あんたね、まあ恐竜みたいなお相撲さんもいるけどさ、うん、ビール瓶で頭ぶん殴っちゃうような、うん、お相撲さんもいるけどはい、まあね、で恐竜ね、本当に思うんだけどね、一時的に恐竜映画ってすごいヒットしたので、日本でもね今から30年ぐらい前かなに、なんだけど、T レックスのなんか西村智美かなんかがね主演したね映画ができたんだよね。うん、あと足立恵美が出てたのとね、レックスだっけ、なんか恐竜レックス、うん、あれ足立恵美じゃなくて西村智美でしょ。いや、足立恵美が出てるのもあったよ。あ、そうなの。あ、本当、うん、とにかくね、足立恵美よりずっと前に恐竜レックスってのがあって、その後かもしれない、西村智美があなたたちと同い年だからもう30年前だよ、うん、出たの。それジュラシック最初のね、ジュラシックパークが出た頃かな。うん、で、まあ、何はともあれも、撮影が日本のってさ、しょぼすぎて、で、たまにね、その撮影のしょぼいのであってね、なんだ、ジュラシックプラネットなんてあったのか、宇宙のね、要するに、どっかの惑星に、どっか、もう本当に地球のコピーみたいな街があって、そこに恐竜たちがいて、あれがいるのよ、ラプトルが。で、とにかくしょうもない安い映画なんだけど、うん、一つだけすごいのはアンジェリーナ・ジョリーが出てる。ええー、そっか。おかしいんだ、全然売れない頃のアンジェリーナ・ジョリーが出てて、なんかしょうもなかった。アンジェリーナ・ジョリー、この近くの高校出身のしね、フェアバックス高校。あ、本当。あ、そう、この近くってのはハリウッドのね、うん、我々のフェアバックスの近くの高校、うん、フェアバックス高校とかですね、うん、まあでもね、最後にジュラシックパークの話で終わるんだけど、うん、ジュラシックパークのさ、時のハエ男、役者のいつもしょうもない役だよね、うん、だからね、本当にね、ハリウッドの役者ってすごい、その役者のカラーっていうのが、しょうもない人はしょうもない映画に出るんだよね、いつも、うん、いつも変な役だよね、あの人なんか。まあね、ジュラシックパークの時もひどかったけどね、うん、まあ困った人ですよ、うん、だから要するに困った人役なんだよね、困った人役なんだけど、うん、その困った人が偉そうなことを言う役に必ず出てくるんだね、あれね、うんうん、なんかね、まあ皆さんはね、どうでしょうか、そういうね、ジュラシックパークね、次回作があるらしいんだよ、お、うん、5が、あ、あってもおかしくなさそうだね、どんな作品になるの、うん、というかさ、ラボのいろんなやつは全部持ち去ったでしょ、うんうん、持ち去ったってことは、要するにあそこの島じゃなくて、持ち帰ってんだよ、どっかに、ヘリコプターで違う島にいるの。いや、だからどうしたのかなってね。で、博士も生きてるでしょ、ほら、うん、若かった、昔は若かった博士、昔はみんな若いんだけど、うんうん、だからこれがね、どうなるかってところが非常に楽しみだっていうのが、ジュラシックパークシリーズですね、はい、で1が面白くて2、3がだるくなったんだけど、うん、4でなんとか生き返って、うんうんうん、ですね。で、まあ、最後に最初の話に戻るんだけど、どうなんだろう、本当に楽しみなのが、そのタイムトラベルもの、うん、バック・トゥ・ザ・フューチャーのような、まあ、全然役者も違うんだけど、うん、それがね、あるんで、これも楽しみしてね、やるときはちゃんとレポートしたいと思います。ね。ね、うん、あと、なんだっけ、ジュマンジ、うんうん。これもね、ジュマンジも楽しみだね。ですね、はい、じゃあ皆さんね、ぜひ年末年始ね、まあ、僕まだ見たいもいっぱいあって、うん、なんだっけな、海南1890とかも見たいんだけどね、頑張ってどっかで見ようと思って。はい、ということで足の爪が悪かったんで、爪切ろうということで、また来週です。
はい、ではさようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。